山口敏太郎の、都市伝説、今回はですね、あくまで都市伝説というふうにリスクヘッジはしますが、そういうふうに言って、追跡を逃れたいという意味もあります。東京新聞に載った記事におきまして、4号機の作業員の証言が載ってるんですね。東京新聞の、2011年3月18日の記事なんですが、ここに、地震直後に原発に異常はなかったという証言が載っております。これ、あまり大きく一般的なメディアは取り上げてないことなんですが、大変大事なことですね。東日本大震災発生後、第4原発の、建屋から500メートル離れた事務棟にいた30代の男性作業員が証言しているんです。この男性、東電のですね、協力会社の、社員なんですね。で、15年ほど、原発のメンテナンス業務に、当たっており、地震直後は、4号機の点検を行ってたらしいんですね。で、地震直後はですね、電気が消えてたけど、大して異常が起こってない、で、津波による破壊もない、地震による破壊もない、地震直後は全く原発に異常がなかったと証言してるんですね。それで一度ですね、富岡町の自宅に帰ってるんですね。で、帰った後異常が起こったという連絡が入って、また現場に戻ってるというのが、真実みたいです。これは大変大きなことだと思います。地震の直後、原発には異常がなかった。津波も入ってなかった。安心して自宅に帰った点検を15年間やってきたベテランのプロがですね、富岡町に自宅に帰った後、2号機の冷却装置が動かなくなったとかですね、そういった異常が続々と入ってくるんですね。地震直後にベテランが異常がないというふうに確認していた。地震でも壊れていなかった。津波も入ってなかった。じゃあなぜ壊れたのか。いや、一つ考えられることは、何も異常もなければ勝手に壊れることはありません。地震で壊れなかった。津波も水も入ってなかった。じゃあなぜ壊れたんでしょうか。そう、地震で壊れないということは、誰かが壊した可能性があるんじゃないでしょうか。我々日本人とそっくりに見える国の工作員がやった。ぱっと見日本人に紛れ込めれるような顔をした人間がやった。あるいは、この福島原発のメンテナンスをやっていた外資系企業が何らかの意図を持ってやった。あるいはですね、欧米の、情報部が日本を揺さぶるためにやった。こういう可能性はないでしょうかね。天災の直後異常がなかったのに、なぜか爆発して異常が起こっている。これはですね、天災の後人為的な操作が行われた可能性があるのかなと。地震そのものでは異常がなかったのに、なぜかその直後メルトダウンしてるんですね。ちゃんとチェックは皆さんしてたみたいですよ。してたのにおかしなことになっている。これはちょっと、不可解な、やっぱり何か隠されている情報があるのではないかというふうに疑念を持ってしまいます。というか、女川とかもですね、一切壊れてないんですよ。日本の原発はほとんど壊れてなかったのに、福島原発だけが突然壊れたのも不可解な気がします。意図的に何か仕組んだとは思いたくはないですけども、あくまで都市伝説というふうに、私自身の身を守るためにも、安易な流言飛語を飛ばさないためにも、リスクヘッジはしておきます。あくまで都市伝説ですが、地震が起こった直後、地震でも津波でも福島原発は壊れてなかったのは事実です。で、これは東京新聞しか報道してないですね。他のマスコミが全然これをフューチャーしないという。これが不可解ですね。これかなり大切なことじゃないですか。ということは、誰かが、
人為的に壊したというふうに結論付けるのが怖いからこの報道がなされてない可能性はありますよね。この情報はですね、4号機作業員、地震直後は異常なしで検索してください。当時の東京新聞の記事が出てきます。非常に本人たちが作業員が戸惑っている様子が目に見えるようにな地震直後のインタビューです。これをどんどん拡散してください。この映像も拡散してください。何か隠蔽されたものがひょっとしたらあるのかもしれません。